説の名です。す。びとと書いて説と呼びますとです、ね、九州の古典なんですけども今画像に映っているペントレー、ね、のウィング日本用のペン置きになりますこちらの方はね新宿の個展の方に持ってったんですけどいや時計をちょっと頼まれてて時計を探してたら時計の箱の中から 1>, 1箱出てきました。なので、だいたい何個だろう ?20 個ぐらいあるんじゃないかなと思います。でも全部ウィングですね。まあ、ウォールナットの、まあ、少しお買い得ないやつも、まあ、ちょっとリグラムバイトとか黒炭とかね、高めでお値段設定してたのも少し入っております。もう、新宿の個展と同じく、こいつらは九州の個展で1000円で、 販売いたします。お一人お一つですねあのせっかくなのでたくさんの方に手に取っていただければなと思いますでですねあの普段はそんな1,000円とかなんかで出せる代物じゃないんですよやっぱり手間すごいかかってるのででも今回はまあちょっといろいろありましてまあ秋もしくは来年ぐらいから、まあ、少し別バージョンを作りたいなと思ってもう在庫処分っていう形での放出です なので、えっ、ー、と、手に入れてる場所はもう多分九州の個展が最後になるかなと思います。まあすでにね、もう予約でいっぱいで追加はね、なしですし、キャンセルが出てもそこに埋めることはいたしません。なのでね、九州のお客様、2年ぶりに行きます。ラッキーって思ってください。ではでは、ウィング、いろいろ持ってきます。よろしくお願いします。